ようございます。おはようございます。坂の上、風がとても強いです。うん、長崎というと坂っていうイメージ ね。で、こちら駐車場、今回はね、原爆資料館の前のタイムスに、はい、こんな感じで24時間で待ってもらえるから、はい、そういった意味では、まあ、安心して止められるかなと思いまして、うん、入ってみます。はい、行ってみましょう。なんか長崎は広島と違ってなんか独特な感じがするね。そう？うん。なんかちょっと違う感じがどうしてもしてしまうんだけど、さっきの平和の母子の像がなんかもうやっぱマリア様が出てくるから。あ、思った。うん。思った。ちょっと違う雰囲気を。を感じてしまうんだよね、うん、原爆が落とされた時間がね。ああ、本当だ。11時2分なんだね、うん、ちょうど目の前に見えているのがちょうど爆心地、はい、でこの上で炸裂しちゃったのね。防空壕の跡なんだね。あれだね、本当に入って身を守るだけっていう感じの作りなんだね。平和記念公園の方に行ってみましょうか。はい。資料館ですよ、いよいよ。うん、そうですな。時代が遡ってます。そうだね、今1995年まで来ました。1985年にむっちゃんが生まれた年ですね。
はい、はい、おはようございます。おはようございます。知覧の平和会館、特攻のことがやっている記念会にやってまいりました。いろいろ勉強したいと思います。はい、やってきました。風がすごく強い、はい、超風強いね。現在地は知覧でございます。鹿児島県知覧、はい、知覧入りしまして、はい、まあ、ちょっとね、特攻隊系の戦争の歴史の定期的なお勉強をしてきます。はい、学んでこようと思います。はい、駐車場はこちら、市営駐車場があります。はい、食堂に到着しました。はい、中はね、撮影禁止なので、そうなので、ね、いつも通り、はい、まあ、出てきてから感想を、そうですね、お伝えしたいと思います。はい、はい、見学させてもらってきました。そうですね、はい、うん、思うところがたくさんありますね。うちが足を止めてみたのは、うん、まあ、もうご家族がいてお子さんもいらしてっていう方が、うん、教育係の人、うん、そうだね、うん、何度も送り出してる、そう、部下たちを、若い子たちを見送って、うん、っていう方が、まあ、自分もその後を追うために、でもその人から見た上司にあたる方が、まあ、お前は家族もいるし子供もいるだろうということで出撃できなかったと。でその思いのだけを奥さんに伝えて、奥さんは先に子供を連れて、まあ、身投げして先に亡くなって、うん、先に天国で待ってますねっていう、うん、ね、うん、そうね、戦争って何なんだろうって、ね、ね、思うね、うん、あとね、お母ちゃん、この日本は負けるよと、うん、出撃前にそのこと言ったら憲兵隊にっていう会話もちょっとあったみたいで、そういうもうなんか日本の行く末を見えている人もちゃんといたんだなって、うんうん、そう、ね、同じ方と思ったのが、うん、だからね、みんなね、本当残されてる手紙が達筆、そして本当に学があって、これからを生きていく若者20前半の人たちが多くて、なんだかなって思っちゃうね、やっぱね、うん、戦争ってね、そうだね。あと結局何度も出撃しても、うん、結局戻ってきてしまって、次の機会も出撃機会もなく、うん、まあ、終戦を迎えてしまったっていう方がいらっしゃったり、うん、逆にどうしても奥さんと離れるのがっていう、ぐるぐる回って結局墜落して死亡されちゃう人もいたりとか、うん、そういう方もいっぱいいらっしゃって、特に印象に残ってしまったのは、出撃をして結局戻ってきて、でもその時同僚の人はそのまま俺は行くと言ってしまって、戻ってきてからその人の墓の前からなかなか離れずに、結局その後消息不明になってしまったっていうね、うん、なんか時代が時代っていうのはわかるけど、その生き残ることが恥っていう感じの、ね、ただ、お母さん、うん、トメお母さんは戻ってきたからには生きる何か目的があるんだよ、うん、っていうような、生き残ったからには、うん、生き残ったなりの理由があるんだから頑張っていきなさいっていう言葉をね、うん、すごいジーンときましたね、うんうん、はい、知覧特攻平和会館に来られた際はこちらの、はい、蛍館富谷食堂の方も行かれてみてください。